はい、今日のお弁当です。まあ、気は使うけど、あんまり逆にそれ凝り固まっちゃってストレス溜まる方がどうなのかなと思いますし、めっちゃやっぱ泣くんですよ。どうすればいいのみたいな、笑っちゃうんですよ。はい、皆さんこんにちは、アイザートです。今日はね、昼飯を見せたいと思います。今日今撮影中ですか？そうです、ちょっと今ボディービルのこのポージングっていうのを一つのパッケージにして皆さんにこう提供したいなというふうに思ってまして、それで今ちょっと休憩中というかっていうところでなります。さっきトレーニングしてちょっとご飯食べてないんで、今この後トレーニング食べたいなと、トレーニング食べてご飯食べたいなと。頭もだいぶ疲れてだいぶ疲れて3時間ぐらいひたすら喋り続けてポージング撮ってみたいな感じで、セミナーよりも長い尺ずっと喋ってるんで、ちょっと頭が回らなくなってきたというところです。はい、今日のお弁当です。いつもはもっと大きいタッパー入れてるんですけど、ちょっと今日この後また食事別で家で食べるんで、こんな感じですね。大体最近だと何食ぐらいですか、1日？今4食ですね。朝が大体8時とか9時の前ぐらいで、そこからトレーニングして、トレーニング後はなんか糖分だけ取っていって感じですね。でその後1時間後に食事が2時半ぐらい、でその3時間後5時半ぐらいと、その3時間後の8時半から9時ぐらいっていう感じの4食ですね。で今日はちょっと遅くなっちゃった感じですね。そうですね、はい。でも、この後食べに行くんで大丈夫です。食べに行くって家でしょ？あ、家ですけど、家、そうだ回ってないですね、頭なんか外に食べに行くみたいな感じ家とジムがどっちが家なのか分かんない。これは何ですか？これ塩です。ピンクソルト。味付けは基本塩？塩っすね。あ、でも今日は牛肉と玉ねぎで醤油で牛丼風ですね。これ牛肉なんですね。これ牛です。メニューを簡単に説明してもらってもいいですか？はい。本日のメニューは、米、玉ねぎ、牛肉、赤身、鶏むね肉。本日のメニューで玉ねぎって言わないのよ、多分。本日のメニューだったら、例えば焼肉、確かに丼ですとか、なんか、ブロッコリー。今日のメニューは、牛丼風タンパク丼でございます。お、何が入ってるかというと、牛、鶏、卵と米。鶏もいるの？鶏、これ白が、ね、本当だ。牛がちょっと 70g ぐらいしか残りなかったので鶏入れました。で全卵が2つ入ってる。全卵2つです、はい。これはいいですね、やっぱりボディービルダメージって感じで。そうですね。最近はなんかいろんなもの作ってみようと思って、調整しながらも食えるもの食おうかなみたいな、全部カチカチに決めすぎずで、ゆるくやってる感じですね。ブロッコリーとか自分で茹でてるんですか？これあれ冷凍ブロッコリーを。あ、冷凍なんだ。突っ込むんです。便利でいいですね、はい。ただもうちょい暑くなると5時ぐらいになると、大体なんかちょっと変な匂いしてくるんで食っちゃうんですけどね。自分で茹でるとね、ビタミン C の水分損失が気になるから、フリーズドライで瞬間冷凍させた冷凍を使って1日のビタミン量を補ってるってことっすよね。いや、めんどくさいからっすね違うんだ、はい。でも冷凍ブロッコリーって実際どうなんですか？栄養損失率は普通にお湯で茹でるよりも少ないとは言われてます、うん。ブロッコリーって 100g あたり大体 120mg ぐらい入ってて、ビタミン C が、レモンだと 50mg ぐらいかな。ブロッコリーの方が多いですね。ブロッコリーの方が多い。うーん、でも茹で時間が長くなると最大 50% ぐらいは損失するって言われてるんですよ。もう流れちゃう、流れちゃう水に。でその茹で汁を使えるようなスープ系の料理だったら全然いいんだけど、そうじゃないことの方が多いじゃん、ブロッコリーって。そうですね、捨てちゃったりもするから。だとすると、瞬間冷凍。めっちゃ安いんですよ、ブロッコリー。安いの？1キロで冷凍で550円ぐらいです。1キロで500円、うんうん、安っ。めっちゃ安いです。それ安いかも。めっちゃ安いです。冷凍結構当たり外れがあるイメージだけどね、うん。ただ例えばオーガニックとかなんかそういうのあるじゃないですか。そういうの全然気にしないんで、あれなんですけど、でもやっぱ気にする人って気にするじゃないですか。だからそれが結果的にどうなるかなって、その時になってみると分かんないから、あれなんですけど、どうなんでしょうね。確かにね、農薬使われ使われないみたいな話はあるんですけど、なんかこう一方でイメージでこれ健康に良くないんじゃないかみたいな思われてるけど、実際はそうでもないみたいな食材は結構あるなと思ってて、はいはいはい。一般的なちょっと昔のイメージだと、冷凍食品イコール体に悪いってがあったと思うんだけど、意外と瞬間冷凍されてる野菜とかフルーツの方がその後の持ちが良かったり、あと食中毒になりにくかったりとかっていうこともあるし、あと缶詰もさ、あんまり体にいいイメージないと思うんだけど、
缶詰もそれこそ空気に触れる前に缶に入れられて密閉されて真空管理されてるから、酸化して物が悪くなるリスクっていうのは極めて低いし、なるほど、そう考えると一応缶詰は食中毒になりにくい、うん、普通の生ものとかと比べると言われてるんで、イメージと実態がかぼってみると違うみたいなのあるかもしれないですね。むずいっすよね、その辺は。実際生きていく中で全部をそういう健康そうなものにするってなかなか現実問題は難しいので、まあ、気は使うけどどれぐらいの割合それにするのかって、あんまり逆にそれ凝り固まっちゃってストレス溜まる方がどうなのかなと思いますし、口に入れるものを健康的にするがあまり QOL が下がっちゃうみたいなケースありますか？ああ、ありそうですね、うん、まあ、言っちゃえばトレーニングだもんじゃないですか。トレーニングをしたくてやってるじゃなくて、しなきゃでやってると QOL 下がりそうだなと思うんですね。何のために生きてるの？最近はどうですか、パパとして。パパ歴今どれぐらいですか？もうすぐ4ヶ月です、ね、今3ヶ月半です、ちょうど。こうね、インスタでパパ感最近出してきてるなと。めっちゃ可愛いです。すごい。全然更新されなかったインスタがね、この間会ってからすごい更新されて。週一頑張ってます。すごいよね。その意識でも大事ですから。うん。でもやっぱね、良くも悪くも SNS ってコメントとかもそうだし、いいねとかもそうだし、まあ要はそれがなんかよく働く人もいるけど、ちょっと嫌なコメントをちょっと無駄に考えちゃったりとか、うん、そういうのもあるし。なんか思うんですけど、やっぱ人の感覚ってその人しか決めれないじゃないですか、うんうんうん、いくらこっちがこういうことを言ったとしてもその人の課題なんでどう思うかっていうのは、そこに触れない方が楽だなと思うんですよ。 SNS に触れない方が、いや、そうじゃなくてみんなによく見られたいと思わない方がいいというか、それは間違いないですね、うん、だボディービルでよくそのパーソナルとかでも言うんですけど、順位をつけるのって選手じゃなくて審査員だから、それが審査員の課題だから、そこはもう自分でコントロールのしようがないというか、うん、だから SNS の書き込みする人もその人がすることだから、別にこっちでコントロールのしようがないから、うん、なんかそこをどうこう思ったとこでただ単に嫌な思いして終わるだけだし、もう気にしなくていいなって、なんか言ってるよみたいな。逆にみんなにさ好かれようと思うと誰からも好かれなくなるみたいな、うん、そういう現象もあるよね。そうですね、個性が出ちゃうんですかね、まあ、あと八方美人にしてるなって思うとやっぱりちょっとこう信用できにくくなったり、そういう意味ではさ、もう自分のスタンスを明確にして、うん、こういうタイプの人間だからこういう人たちと付き合っていきたいですっていう方が付き合いやすい気がします。まあ、パパ歴4ヶ月としていいことと、うん、あこれ大変だなっていうことを聞いてみたいです。いいことはでも全部なんか大変なのを含めていいことなのかなと思うんですよ。だからそこはなんか考え方だからむずいですけど、でもやっぱめっちゃ泣くときってめっちゃやっぱ泣くんですよ。うん、その時って分かんないからもう笑っちゃいますよ、その時もうなんか本当にどうすればいいのみたいな笑っちゃいますよ。世の中楽しいですよね。でもこれまでさ、うん、人一倍睡眠の質を大事にしてきたわけじゃん。あ、でもめっちゃ寝てます。あ、寝れてるの？寝てます。それはもう奥さんに感謝するしかない。それはこの動画を通して一言言っとこう、はい、いつもありがとう、愛してるよ。終わりです、この動画。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。